ということで、クオリアマスタークラスということでですね、その私ということの連続性については、僕もずっとあのノートコオリアの頃から書いていて、で、あの、今回の <coughs> コオリアの人工意識の中でも非常に中心的なテーマの一つなんですけど、つまり私というものがですね、あの、睡眠を通して意識が、あの、確絶した後も、なんでこの、 同じ私だと分かるってことについては、非常に不思議なんですよね。で、あの、意識っていうのは基本的に、あの、まあ、統計的なアプローチでは、僕は、えー、扱えないと思う、固くそれは分かっ、信じてるんですね。論理的にそう思ってて。ですから、今の大抵の理論的なアプローチはダメだなと思ってるんですけど。というのは、意識ってのは、今ここで生まれるもんなんで。 今、ここの神経細胞の活動からえ説明されるしかないと思ってるんですね。クオリアとか、思考性インテンショナリティとかですね、それから、今、ここに私がいるという感覚、これはえ統計的な概念ではなくて、今、ここでそのインタラクション、相互作用によって生み出されているものだっていう、それ自体も100%確信してるんですけど、ただ、その、私の連続性ということについてはね、非常に不思議で、つまり、私は、まあ、萌池長という人間として、幼少期からずっと、まあ、ここにいると。 えー、思ってるわけですねで睡眠時は一時期その意識が途絶えるんだけど起きたらあ寝る前の私と同じだったというふうに思うわけですねでここの部分このえっと A という人がいて EA という意識の人がいてそれが睡眠によって途絶えてまた A' になるんだけどこの A' と A が同じだというこの進行ってのがあるわけですね寝てる間には意識の流れないあのウィリアム・ジェームズの言うストリーム・オブ・コンシャス・ネスないわけですからその間は 自分の連続性を担保するものないわけですね。私がなんで私であり続けているということが担保されているのかというと、通常は意識の流れの中で、意識の、えー、とスペシャスモーメント、えー、今ということが連続しているからなんですね。で、そのスペシャスモーメントは相互作用同時性の原理、えーと、僕はノートコーディアで最初に提案したですね。これに基づいて、えーと、少しずつそのオーバーラップがあるわけですね。その各スペシャスモーメント、心理的現在の間にオーバーラップがあるから、えー、そのオーバーラップというものを通して、えーと 点の連続ではなくて、点の連続がどんなに中密に作られていても、それはバラバラであって、時間の流れがちあの連続にならないんですけど、そのオーバーラップがあるから、スペシャスモーメントがた100ミリセカンドぐらいの幅があって、それがオーバーラップがあるから、私は私であるってことをずっと担保してやるわけですね。起きてる間は、だから私は私であり続けてるってことが担保されてるんだけど、眠ってる間ってその意識自体が存在しないんで、ですから本来この A と A ダッシュっていうのは、 えっと、同じであるという保証はないわけですね。それはだからそうすると、これはコグニティブに推計するしかないわけです。推定するしかないんですよ。ここにコグニティブな、コグニティブってのはですね、えー意識とはちょっと違うわけですね。で、コグニティブな領域になると、これは統計的なえ推測が入ってくるってことは僕はある、あるんだろうと思うんですよ。えっと、例えばそうですね、 今世界があると思っていることとか、それから明日また太陽が昇るだろうと思っていることとか、こういうことは全てコイニティブな領域なんですよね。それは、えー、我々の意識に直接与えられているものではなくて、えー、そのような、えー、認知的な推論を通して初めて明らかになることなんで、それはコーニティブなことなんですけど、で、ここではベイジアンな、僕は非常に批判的なんですね。 今の量子、えー、と人工知能とかそういうもので、一番中心的なとベイジアンなものが入ってくるだろうと思っているんです。ですので、コーリアの人工意識でも書いたんですけど、その私の睡眠のによる途絶を、えー、超えた連続性については、実はベイジアンな、えー、統計的な推測が入ってきて、それがコーニティブな形でつながると。だ私が私であるという進行 ここにだからコピー人間の問題とか、それから光の光塩水のですね、外とか内側かとか、いろいろその、まあ、複雑な問題が出てきて、それはこれやと人工意識でいろいろ議論してるんですけど、とにかくその、睡眠の前後での私の連続性ということに関して言うと、そこにはコーギティブな、ベージアンなですね、ものが入ってくるっていうのが非常に重要な洞察だと僕は思ってます。ですからその、えっと、コーィティブな、えっと、ベージアンな、 要するに、私がこうやって、じゃあ起きた、起きたらお同じ部屋だと、同じ部屋だから、あの昨の眠りにつく前にいた私と、おそらく同じ私なんだろうなということを推定するわけですよね。で、その推定した結果が、今、ここの、えー、神経細胞の活動によって、そのある種の、えー、クオリア、思考性の塊として認識されると、セルフコンシャスネスが生まれてくるとで、そのセルフコンシャスネスのを支える現象的な、現象学的な、 経験については今ここのインタラクションで、えー、マッハの原理によって生み出されてくるんだけどその私が私であるというかその、えー、と眠りにつく前の私と同じ私であるという推定についてはこれはベイジアンなんですね。だから例えばじゃあ起きた時に眠る時と全然違った宇宙船の中にいたとしたらそれは私が私であるってことの、えー、とベイジアンな、えーとね、眠りにつく前の私と同じであるっていう推定は ちょっと揺らぐんでしょうし、せっかくちょっとお酒をたくさん飲んで、昨日寝る前にどういう状況だったかよく思い出せないってことがもしあったとすると、その時にも私の連続性ということは、えー、まあ怪しくなるんですよね。ですからその意識の中核、私が私であるってことの中核に、そのようなそのベイジアンな ものがあるということは、とてもとても、ええー、面白いことと、それからその、バートランド・ラッセルのですね、言ったその、ええー、15分前仮説だったかな ?5 分前仮説だっ,たっけえっ、ー、と、自分で書いてて忘れたけど、要するに世界がそ、その全ての記憶とともに、10分前、15分前に作られたっていうことを否定できない。この、我々がいるこの世界も、ええー、10分前、15分前に全ての記憶とともに作られたっていうことが否定できないと同じように、私というものも、ひょっとしたら眠りにつく前の私というものが、の記憶も含めて、今ここの、 神経細胞の活動として、今ここで作られたってことを否定できないんじゃないかという議論がある。だそれをもし否定するとすると、それはベルクソンの純正記憶、ピュアメモリーまで行くしかないんですよね。ここが一番エキサイティングなところですね。えっ、ー、と、意識の連続性ってことに関しては。でもとにかく、えっと、ま、今日の段階では、 意識、私が私であるということの連続性のど真ん中に、えー、コーディティブな領域があってそれはベージアンで説明できるということは僕は非常に重要なことだと思っています。えー、コマスタークラス、これからも熱いネタをどんどん届けます。ポロンちゃんからもお願いです。えー、脳の教養チャンネル登録しようね。そうじゃないと意識の連続性がこれからどうなるか分かんないよ。ポ <laughs> ロンポロン。